まりましたダンサートーク、ダンス大好きママダンサー MC のセアリアです。よろしくお願いします。本日の動画はですね、ゲストトークです。今回のゲストトークですね、実はこのチャンネルでは7人目になるのかな、倖田來未さんの、ね、ダンサーを経験した方、また来てくださいますということです。ありがたい限りでございます。そしてですね、今回ママダンサーさんなんですけれども、結構ママになってからもグローバルな活躍だったりとか積極的にされてる方なので、ぜひ視聴者さんね、励みになると思いますので楽しみに見ていってください。このチャンネルではですね、ダンスに関わるゲストをお迎えしたダンサールーツと、あと私みたいにママになってもダンスをね楽しんでるママダンサーさんも結構たくさん出られてるチャンネルになりますので、結婚出産後のねダンス人生どうしようかなって悩まれてる後輩ダンサーさんたちはぜひ、いろんな先輩ダンサーのやり方をシェアしたり、やり方をね真似したりしてみたり、参考になるんじゃないかなと思い続けてます。ダンス好きチャンネルです。ぜひ、コメント欄、そしてチャンネル登録、グッドボタン、高評価押していただいて、ダンサーさんたち応援していただけるととっても嬉しいです。では早速ゲストの方お迎えしたいと思います。本日のゲストダンサーはこの方です。はい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 、本日のゲストダンサーはマミゾーさんです。お願いします。お願いします。ウェルカムでございます。実はですね、あの2人きりで話すの初めてなんですよ、はい、若干緊張気味ですけど頑張りますよね、はい、お願いしま す、 ということで、なんとあの早稲田大学卒業だったんですね。そう、調べたらえっと、びっくりしたんですけれども、なんかアトモスの方で取材されてたやつとかも、はい、見てくれて。そうなんです、そうなんです。ぜひね、あの、そちらの取材も、はい、ぜひ見てください。見せとくので、正直なね、写真やれば、ぜひ読んでください。ダンサーとしてももちろんご活躍されてるっていうところと、インストラクターもされてる、うん、EXPG でも先生してるんですね。うん、ねえ、そうですよね。あとは振り付けだったりとか、MC 業もされてる。あと、レンタルスタジオの経営などもされてるということで、あとなんかね、私、インスタグラムで見たんですけど、デュア、ビルボードチャート1位取ったりとか、グラミー賞を取られてる、もうすごいアーティストの方の、あれは何ですか、通訳をされてたんですか。ちょっと、こうイベントがあって、その時のイベント MC をしてたんですか。あ、MC だったんですね。すごい、何のことと思って。ということはですね、英語も結構ペラペラな感じでね、喋られてるということで、本当にネタ方面なママダンサーさんなので、あのぜひ喋ってみたいなと思ってね、オファーかけてみたらどうかなと思ったんですけど、私でよければっていう形で、とっても謙虚な返事いただいてありがとうございます。今日はよろしくお願いします。では早速ダンサールーツですね、聞いていきたいと思います。まず出身地ですね、生まれはどこになるんですか。生まれは関東、東京、横浜。あ、そうなんですか。地元で、で、そこからアメリカに、幼稚園、小学校がアメリカ。あ、そうなんですか。うん、アメリカやって。まずそこがね、なかなか聞かないルーツと言いますか。まあ、そうだよね。それはだからご両親のお仕事の都合で移動されて、それが幼稚園と小学生時代ということですか。うん、アメリカはどの辺に。アメリカはオレンジカウンティっていう、ね、OC、LA の近く。そうなんですね。そこでは、うん、インターナショナルみたいなところに行ったんですか。いや、普通の現地校。そこからまあ行って、まあ、でも幼稚園から行ったってことはそんなに覚えてたりします。抵抗があったのかとか、うん、気持ち。そう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 。まあでも日本だったけど、まあ、残ってる記憶では結構あっさり馴染んだんですか。すごいかな。小学校まで行って、でそれもあの私アドモスの取材でちらっと見たのは、はい、日本語もでもあれぐらいお上手じゃないですか。それはなんか週一日本語学校になんか合わせて行ってたってことですよね。そう、なんかよくあるパターンで、そういう駐在で海外に行く日本人が多い地域は結構土日とかに週に1回日本語学校があって、その日本の学校のカリキュラムもうできるんですか。にある程度キャッチアップできるっていうのがあって、そうそう、それに。あ、そうなんですね。それでどっちの、まあ、言語もというか喋、うん、れるっていうことですね。ちっちゃい時に言ったけど
ね、あのどうしてもやっぱ自分がママになってからご両親が気になりすぎて、なんかどう分かるかも分かるかもそっち目線になるのはすごい分かる。そういう方をしたらこういう人が出来上がるんだろうっていう、やっぱ子育てもねいろいろ毎日悩んでますから、あのパパママはなんでそのちっちゃい子を抱えてね海外に行かれたんですか。お仕事のご都合とかですか。まあ転勤。あ、転勤で、それ何をやってらっしゃる商社。商社でお勤めの、かっこいい。もうパパもでママはそれについていった。そうママは大丈夫だったんですかってママにもインタビューしたいですけど、ママは主婦で、ね、大人になってから LA に行かれたってことじゃないですか。ママはどうなんですか。もう喋ったりとか、あでもそんなに必要最低限は喋れる、生活できるくらい、子供の方がやっぱり喋れる、うん、すごいな、うん、ママの判断もすごいですよね。子育てをだから海外でしてないいかんみたいなところでね、ついてたわけですね。なるほど、まあ、そちらのね、そちらの考えてもなかったいやすごいですよ海外で。私もちょっとこう香港行きたいなとかね、ちょっと思ったりした時期もあったんですけど、まだ実現してないですけど、ちょっと海外に行きたいなって。そうなんです、あの、まあ、去年おととしぐらいまでディズニーダンサー目指してたんで、うん、香港ディズニー受けようかな、受かったら釣っていかないといけないなみたいなところでね、ちょっといろいろそういうこともあるのか。そういやそうか、日本語学校を調べたりとかいろいろしてた時期もあって、面白い、いろいろ面白いの、ママとパパが面白いなと思って、そういうねあの小さい時に行かれたということで、そこからですね、うん、海外にちっちゃい時小学生時代も過ごされて、ダンスとの出会いっていうのは最初きっかけなんだったんですか。ダンスはその4歳の時にアメリカに引っ越して、はい、まあ、なんか習い事っていう感じで、うちのママが近くのバレエ教室に最初、連れてってくれたんだけど、なんかバレエってすごいこの基礎を永遠にやる、うん、そうですね、バレエっていうのがなんか、なんでまたこれやるのみたいになってでも踊るのは好きだったんだけど、なんかこれもうやりたくないみたいになった時に、なんかジャズダンスもあるよなって、でそっちに移って、でジャズダンスから入ってずっと、ああそうですね、うん、ジャズダンスの方にすごいハマっていったのは、そっちは続いて、そのアメリカにいる間はずっとなって、かっこいい、向こうでダンススタジオとか通ってたんですね、うんうん、ジャンルはだからバレエから入ってジャズダンスですよね。なんか今ガールズヒップホップみたいなイメージもあるんですけれども、うんうんうん、そういうのは何歳になってから出会うんですか。ヒップホップを習い始めたのは日本に帰ってきて中学校になってから。うん、中学校になったら、うん、この日本に帰ってくるんですね、うん、日本でそれもまたパパママ一緒に帰ってくるから、やっぱダンスを終わってお疲れ様でしたでそれぐらいの時にヒップホップとかがちょっとこう流行り始めたっていうか、ダンススタジオもできちょうどブームが来たんですね、うん、で、はい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 、習いたいってなって、そうそうそう、また横浜の方に、東京の方に戻って、横浜だね、そっから横浜の方でダンススタジオ通われてたの、うん、そうそうそう、どうなんですか、まみそうさんが一番この先生にたくさん習ったなとかありますか、うん、そう、その横浜のそのスタジオの先生、うんうん、ね、ヒロさんとジャネさんっていう、まあ、横浜で活動してた、はいはいはい、その人たちがじゃあやっぱ結構ヒップホップなんですね、まあ、うん、なるほど、ヒップホップを教えてる人たちは、まあ、そんなになかったかな、まだ当時は結構ジャズスタジオの中にヒップホップクラスが週2、3回、もうそことかも多分そうだよね。そうですね、あの最初は私もジャズダンスがやっぱり流行ってて、ストリートダンスは大阪市内がやっぱり流行ったんで、ストリートダンスが流行るのが、それで市内の方にこう高校生ぐらいになってから市内の方に行ったら、ヒップホップかっこいい人っていっぱいあるな、うん、もうちょっと前だよね、そう、多分東京入ってさやかちゃんが高校生ってことはそう、私が中学生、まだ小学生ぐらいです、ああ、そうか、ってことだよね、そう、多分そのもうちょっと前は多分まだヒップホップスタジオとかがなかったと思うそうなんですか、うん、高校生の間もダンス、うん、は続けて、うん、ここですよね、次あの、まあ、私は当時ね高校生の次大学は行かないっていう選択をして、ダンスの専門学校に行った人なんですけど、うん、ここから一回大学受験をされるじゃないですか、うん、それはなんか自分で何か目標があったんですか、ここに行きたいっていう目標ができたのか、うん、その進路決めはどうしたんですか、うん、多分高校生の子たちね、そうだね、どうしたって悩む子もいると思うんですよ、はい、
見てる割と進学校でその中高の私立に行ってて、あ、そうなんですね。そう、結構みんなそうですね、進学する学校だったのね。あで、それはでもダンスの道に行きたかったから、うん、それこそ専門学校に行くか、もうフリーターしながらっていうリクエストを出したんだけど、うん、いや、でも好きなことしていいけど大学には行きなさいっていう、大学出てから好きにしていいよっていう、うん、お家柄だったんですね。で、ピシッとしたみたいな、ピシッとしてはる、そういうお家柄でね、そうやってへーと思いながら、じゃあ受けて受かるのは、うん、受かるのは早稲田とかいうことですね。それで受かります？すごいですよね。実際大学はどうですか？行ってみてよかったな。行ったのはよかった。あ、そうなんですね、うん、大学生活で。だからおすすめします。お、行ける環境にある人は行った方がいいと思います。なんかメリットデメリットじゃないですけど、うん、そういう進路を選んでの良かったことって何なの、うんうん、何より多分そこから高校出てすぐ社会に出てたら、うん、そっから社会人っていう、全然違う感覚なのかな。でもその大学の4年間を挟むことによって、この4年間ちょっとこう、もちろん勉強もしなくちゃいけないけど、そこで使える自分の時間で出会ったものがすごいでかい。友達とかもそうだし、大学行きながらしてたバイト先の友達とか、それが多分その自分でダンスをしていくために、自分の生活のためにしてたバイトともまたちょっと違うんじゃないかな。ダンスサークルみたいなのとかは入らなかった、入らなかった。私の場合はなんかイベントサークル、イベントサークルで、そのクラブイベントがすごい流行ってた時代、はい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 、だからそのクラブイベントを自分たちでオーガナイズして、すごい、大学生っぽい。で、結構 DJ の子とかバンコがいて、でダンサーは私だけだったんだけど、私がダンサーブッキングしたりとかして、もう学生で、そうそうそう、イベントを打つみたいな。あ、なるほど。そういうのがやっぱり大学のネットワークがあるから、うん、なんか社会に急に出たらまた一人になるじゃないですか。そうそうそう、高校の同級生とかもまた一人からスタートみたいな、うん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 、じゃなくて大学生 の、 その同じ大学っていうネットワークを使って一緒にそういうプチビジネスじゃないけど、うん、イベントをね、その体験もしたことがあると、うんうん、だからですかね、なんか、うん、結構イベントのオーガナイズとか、クラブイベントとかされてますよね。なんかだからかわかんないけど、でもそこでやっぱそういう経験があるとないとじゃね、違うし。ね、ゴミゾウさんプレゼンツじゃないですけどね、なんかクラブイベントとかダンサーが出るイベントやってらっしゃいますもんね。やってますね。やっぱああいうのもやっぱそこで経験ができないと、すぐ会社入ったらまたね、違う動きだったかもしれないですもんね。なるほど、おすすめらしいですね。環境にある方は。あと本当に時間がある。時間がある。時間があるから。大学生ってそうなんですか。時間がある。違う今違う最近の大学生に聞くと忙しそうなんだけど、勉強がすごく、まあ、でもそれでもやっぱりこの考える時間だったり、いきなりじゃあ社会に出ても絶対ダンサーになるしかないみたいな、でもダンサーになるのやめた時にどうしようみたいなことが20歳とか21歳とかで起きるよりかは、22歳までじゃあこういう風にしたいなとか、レッスン通ってもっとこうできるなとか、そういう進路に向ける時間、ちょっと自分と向き合う時間とか、うん、そうそうそう、もできるし、バタバタしそうですもんね、うん、社会人になったら覚えることもいっぱいあるし、そうそうそう、日々ね、こう自分で暮らそうってなってる子はその生活に追われるし、ね、学生半分とちょっと社会人として足突っ込むのが半分の、その両側面が感じ取れる程度がいいのかな。そうなんですって、うん、それでね、違う進路に目覚めたらそれはそれでね、いいし、うん、きっと大学生活がね、役に立つ。なるほど、ちょっとね、ぜひ専門卒業も私からも全然、ね、あれだけど、なんかまあ学校に行くのはいいと思う。なんか高校出て大学もまあ卒業されて、その場で、ね、ダンサーとしてのお仕事にいろいろついていくと思うんですけれども、その後、まあ、私はね、記憶にあるのがやっぱ倖田來未さん の、うん、あのダンサーオーディションの話、多分このチャンネルで何か10年前ですけど、もうそんな前10年ぐらいだよね、あれね、そう、すごい10年前なんですけど、その時にね、私オーディション会場で出会ってるんですよ。10年見かけてるんですよね、受けてたんだね。そう、あの時その私はね、落ちちゃったんですけど、もう網蔵さん超かっこよかったっす、受かって、そのライブも10年行ったんですけど、10年前
かっこよかったっすよ。車運転されてね。車が乗ってる。あ、そうそう。運転されてましたね。そう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 。そうですよね。あの時のオーディションはもうどういう気持ちで臨まれてたんですか？10年前ですけど。計画なのか、基本できることはやるっしょみたいな。やったら受かるっしょみたいな気持ちを持つんで、あると知ったら受けないわけですから。それで受けて受かってるのがねすごいよね。でゲストでね、言い方するとあれだけど、出てもらったあかねちゃんっていう子もね、ゲストで出てもらったことある。その子はね、当時小田さんの、そうそうそうです、そうです、結構最初まで行ったけど落ちてしまった子なんですよね、とかいう話もしてて、なかなかこういうメンツなんでね、そうすごいかっこよかったライブでしたけど、そんな言い方するとあれだけど、まあ気持ちはね、あのもうあるならやるって、いや、受かる受かるっていう気持ちでね、あの全然メンタル強い。あ、まあ、あとは年齢的にも当時ね、これ最後のオーディションかなと思って、あ、そうなんですか、受けてたもんだから、強い気持ちで、で受かりまして、どうでしたか、大ビツアーは。なかなかハードな現場だったんじゃないかなと思うんですけど、うん、そうね、まあ、さんはすごいライブがやっぱりダンサーが役割がすごくある、必要かけたらね、うん、感じがすごいダンサーをありきでこう作られるライブっていうのがすごいイメージであったから、遠田さんが求めるもののレベルもやっぱりすごく高いし、その時のライブが15周年だったのかな、周年でしたね、そうですよね。でこの新しいダンサーが結構何人かそのオーディションを経て入るっていう時でもあったから、なんかプレッシャーもすごいやっぱりあったし、ブランドがねもう出来上がってましたから、その15年分の香田さんもね、そうですよね、その歴代のダンサーたちもすごい尊敬するダンサーの皆さんだったから、なんかそれに見劣りしないようにというか、なんかすっごいでもめちゃくちゃ頑張った覚えて、そうめちゃくちゃ頑張った。もちろん香田さんのライブいつも泣くんですけど、ダンスショーを見てももうなんか泣けましたね。すげえと思って。まあなんかある程度このキャリアができてきてからの挑戦だったからこそ、なんかすごく初心に返らせてもらって、なんかチャレンジ精神とか謙虚にそこに入らせてもらうみたいな、なんかそういう気持ちをすごく改めて思い出させて。もらったなってすごい、うんうん、今でも挑戦し続けてますもんね、あの人本当にすごいと思う。香田久美さんね、まあ、私も、ね、とてもいい、あの思い出深いオーディションでした、私もあの時も2回目だったのかな、香田さんのオーディションっていうの、だったんで、うん、お久しぶりでございますみたいなちょっと感じもあったんですよ、うんうんうん、あの香田さんみたいな私も感じで、うん、ちょっとこうオーディションの時にされたら、さやかちゃん覚えてるでみたいな感じで言ってくれて、出てたことがある、1回だけ M ステで1回だけキューティーハニーちゃんを踊らせていただいたんですよ。そうなんです、だから、ま、私久しぶりすぎて、うんうんうん、まさか思ったけども、そうそう、優しいんですよ、なんか覚えてんでって声かけてくれて、うんうん、優しい、こんなにさっと思いながら話を受けたのが懐かしいんですけれども、まあね、いろんなね、でも素敵な現場を経験されてると思うんですよね、振付師としてもダンサーとしても、うん、なんか特にこう印象に残ってる、決めきれないと思いますが、印象に残ってる現場だったりありますか？困らせてる、大丈夫か？香田さんは本当にすごくダンサーとしては一個転機になる、うん、現場だったなっていうのは一つ。初めてツアー回らせてもらったのが、はい、ケツメイシ、あ、ケツメイシ、ケツメのツアーもすごく、うん、そういう意味ではケツメイシの現場はどういう雰囲気ですか？もう祭り、お祭りを楽しく、すごくいい現場で楽しくやりまして、もらった全国ツアー。ケツメイシさんのその全国ツアーっていうのは、うんうん、それはダンサーっていうのは、どういう形できっかけがあったんですか？でもオーディションだった。オーディションだった。私、トマミドさんが受けた香田久美さんのオーディションっていうのは、結構オープンオーディションだったりしたんですけど、ケツメイシさんはクローズだったりしますか？かな、うん、あ、なるほど。知ってる人に振り付けしなくて、声がかかっていく。あ、なるほどですね。そういうのもあるんですね。どうなんですか、このオーディションっていうのは、私結構大阪出身なんで、やっぱこう、クローズのオーディションにはなかなか出会えずというかね、あの、なんか東京に行ったらなんか直接先生とかから、
信頼関係もできてるし、よろしくみたいな連絡が来るイメージもあるんですけど、東京ダンサーってやっぱそういうクローズオーディションとか先生から声かかるみたいなオーディションって多いんですか？どうなんでしょう。どうなんでしょう、ね、特になんかあれですか、どっかに、エキストラ事務所に登録してとか、まあ、はいはい、本当にフリーマルキーどこにも。フリーですね。まあなんかやんまり登録してた時もあったかもしれないけど、そんな記憶にないくらいの自然な人脈でというか、もともとある人脈で声かけてもらったりとか、そういうのもあるんですね。なるほどな。地方ダンサーちゃんはね、なんかずっと、まあ、今はね、また違うよね。最近は多分もうあんまり地方とか関係なく、いいダンサーはいい。おお、のがすごいあるか。あ、そうなんですね。そうですか。振り付けとか、うん、結構されてると思いますけど、ですよ。そういうのはもう元からしたかったんですか？なんか依頼があってやるきっかけになって。まあやりたいはありつつ、まあ、声かけていただき、もうありつつ。作品作りもなんかね、ビデオを作ったりみたいなのでしてたりしましたもんね。あれ海外に行ったりとかして撮ったりしてるのがラスベガスかな。なんかああいうのもご自身で企画して、そうそうそう、ダンスキャンプって言ってラスベガスに毎年生徒さんとか20代10代20代のダンサー、別に年齢制限ないんだけど出てきてくれるとかね、を10人15人ぐらい連れて行って、向こうでダンスキャンプって10日間ぐらいやるプログラムをやってるんだけど、その中で現地で撮影しましょうみたいな。その企画みたいなのももうゼロイチでご自身で考えて、よっしゃろうっていう感じで、うん、旦那さんと一緒にやってるとかじゃないですか？そう、それは旦那と一緒。あ、旦那様もね、あのサニーさんって言ってダンサーさんなんですよね。そうですよね、いつもニコニコしてる、はい、ニコニコ笑顔が素敵なダンサーの旦那様ですけど、どうですかお子さんね、生まれてから、うん、男性の向き合い方とかね、働き方に少し変化があったりとかしましたか？働き方で言うと、はい。コロナのきっかけでね、結構その社会的にもダンス界的にも結構こうシフトチェンジがあったとは思うんだけど、昔の朝までコース当たり前生活が、あ、まあ9時5時じゃないけど、うん、その日中に日中起きましたっていう働き方には8割方お、うん、変わっている。コロナの時もあのオンラインでレッスンされたりとか、うん、私も実は受けたんですけど、うんうん、オンラインレッスンだったりとかね、いろんなこうやり方を変えて、うん、あのコロナ禍でもいろいろね発信活動もされてましたもんね、うんうんうん、すごいなと思いました。私はねもう落ち込みまくって、なんかあの時期もう引きこもり、結構引きこもって も、うん、もうダンスをするというより、あの本当ゲームでもしようか子供とみたいな、うんうんうん、だって塞ぎ込んでたから、すごい動く人やねんなっていうのはね、思ってて、人にどう見られてるか分かんないもんね。あ、そうですか。もう精力的に動いてる、うん、に見えるんだ、ね、アクティブってそっか、みぞおさんアクティブママっていうイメージがめちゃくちゃあります。結構私もキションってなっちゃうんで、そういう時とかは、うん、こういう人なんで YouTube でこうやってますけど、これがないかも、あんまり。そうなんですね、あんまり波がない、だからいつでもこう強めでいけるんだろう。まあ、今回はね、そのママダンサーっていうあれで呼んでもらってるけど、なんかそんなに別にママだからとかもないし、そうなのよ、なんかその匂いもさせてこないのよ、なんかママになったからこうしようみたいなのはそんなにないね、え、うん、変わらず美しいし、なんかファッションもなんかかっこいいしそうなんですよ、まあ、そういうね、うん、ところがね、みんな好きで、そういうラスベガスとかもね、一緒に企画行きたいっていう子たちがいるんだと思います。ぜひ来てください。そうですね、ぜひまたいろいろ企画する人だと思うのであのぜひあの概要欄の方にね、 SNS、 まみぞうさんの SNS 載せておくのでね、ぜひ見に行ってみてください。どうですか、まみぞうさん、最後の質問になるんですけれども、うん、はい、今後あのダンサーとしてやっていきたい展望だったり夢っていうのはありますか？うん、ダンサーである以前にやっぱこうエンターテイナーっていうのが一つ大きくあるから、うん、今回ね結構そのツアーに出てた話とかが多かったと思うんだけど、まあ、今はこうトリプル A の宇野美沙子ちゃんのツアーを今5年目、6年目なのかな、あ、5回目のツアー演出と振り付けさせてもらってたりとか、なんか僕そういう作る側もやっていきたいし、やっぱ MC 業もすごく
最近やりがいを感じているので、そういうのも広げていきたいし、服も好きだし。うーん、そうですよね、いつもファッションとメイクがかっこいいですもんね。プロデュース、ショー作ったりとか映像作ったりも好きだし、あんまりこうリミットをつけないというか、全部をこう イコールでやっていくスタンスかな。あ、じゃあもう何か一個、そう、私思ってたのが、うん、そう、なんか私だったらプレイヤーだったらプレイヤーがやりたいので、そうやってね、オーディションして挑戦続けますとか、ステージに立ちたいっていうことにギュンってなるんですけど、うん、結構マッチプレイヤーというか、なんか、いろいろ本当にありますよね。あ、わかりやすい。なるほどね。その通訳とかそういうこともするし、なんならもうライブ制作とかもやったりとか、裏方の仕事する期間のここ何年か多くて、あ、それもそれで全然やりがいはあるし、最近プロの何でもやっていうキャッチコピー作ってみようかなと思って。必ず言いすぎてるってことですね。そうそうそう。何する人なのみたいな。で、基本は、まあ、ダンサーっていう軸はあるんだけど、はい、エンターテインメントに付随するもの全部やりますみたいな。でも本当にやっていけそうな、ね、その精神っていうのは、うん、どっから来てるんですか。もう昔からもう何でも、うん、でもそうかも。そうですね、だってダンスも続けながら、それ受験勉強もやったし、受験終わってもやっぱりダンスもやりながら、プレイヤーとしても作る側としても MC としても MC っていう曲にしましたけどね、はい、ぜひぜひもうやってください。はい、はい、私 YouTube こんな長いことやってますけど、全然喋りがそんな上手にならないんですけど、ぜひやっていただきたいです。はい、今後も活躍楽しみですね。ダンサールーツ編の方は最後となります。はい、引き続きですね、まみぞうさんにはママトークでちょっとやっぱしおしゃべりいただきたいなと思って聞きたいよね。ですので、あの、ぜひママトークの方も引き続きぜひご覧いただけると嬉しいです。ではダンサートークしてありがとうございました。